エジプトの聖マリアは、東方諸教会、聖教会、カトリック教会、聖公会のいずれでも崇敬されるキリスト教の聖人。特に聖教会で、第一の聖人たる、生仮民情マリアに次ぐ、第二の聖人とも呼ばれ、極めて厚く崇敬されている。聖没年がは,はっきりしておらず、6世紀初め頃の聖人と聖教会では伝えられているが、 カトリック教会では五世紀初め頃の聖人と伝えられており、東西教会間で伝承される年代に相違がある。ただし、東西教会の分裂がはっきりする前の時期の聖人であることは、いずれの年代によっても確実であるということもあり、東西両教派のいずれの聖伝伝承においても伝えられている彼女の生涯に関する内容は共通している。その波乱に満ちた生涯は、 古くから現代に至るまで、様々な芸術作品、文学、音楽作品に用いられる題材となっている。日本正教会の祈祷書では、エギペトの聖マリアと呼ばれる。エギペトとは、エジプトのことで、ギリシャ語のガンマウプシロンパイタウが中世に、スラブ語圏に入った際に、教会スラブ語、ロシア語において、と転写されたものがカタカナに転写されたもので、ある。ちなみに、 エジプトは、英語由来の転写である。聖教会では、かつに、女の称号をも付され、エギペトのかつに女聖マリアとして記憶される。エジプトの聖マリアについての伝承は、ヨルダン川の川岸にある、セングジュアライ、聖イオアン修道院で語り継がれていた。この伝承を編纂したのは、エルサレム宗主教であった聖ソフロニオスである。聖、ソフロニオスは、 ダマスカス出身の7世紀のキリスト教神学者、修道士であり、エルサレム宗主教を務めた。ソフロニオスは、聖教会での未成人とされている、エジプトの聖マリアの遺コン。17世紀にロシアで描かれたもの。中心に祈りを放げる、エジプトの聖マリアの姿が描かれ、周囲に、その生涯についての伝承内容が、左上から順に描かれている。コンには、 成人の生涯が合わせて描かれることも多いが、エジプトの聖マリアのイコンにも右に上げる画像のように、そのようなタイプが存在する。以下に述べる聖マリアの生涯に関する内容は、右のイコンの周囲に描かれた内容と同様のもので、ある。このイコンの物語は最上段の一番左から始まり、最上段の一番右に読んだ後、二段目の左、二段目の右、三段目の左、 三段目の右、四段目の左、四段目の右、最下段の一番左から最下段の右まで読むという順番になっている。エジプトの聖マリアに会い、その生涯を知ったのは、修道司祭であったパレスチナの製造師まであったという。以下、教会における、証言の伝える内容の概略を述べる。聖伝の伝えるセリフ等の詳細は、参考文献を参照。 聖伝の理解においては、教会における教えにおいても、世俗における、宗教学においても、その細かいセリフの数々が示唆する、象徴的表現についての理解が必須なのではあるが、スペースの問題上やむなく割愛して概略にとどめた。以下の内容と文体は、歴史的事実としての記述ではなく、あくまで教会の伝える、聖伝の概略を示したものである。 ゾシマと修行女との出会いパレスチナの製ゾシマは修道士として修道院で修行を積んでいたが天使の告げに従いより厳しい時を行うためまた偉大な長老に会うことを求めてヨルダン川の傍らにある修道院に移ったこの修道院では大時が始まると修道士たちが互いに罪を許し合った後に荒野砂漠に出かけていき復活大祭まで孤独に祈り 修行を行う習慣があった。食物は最低限のものだけを持ち、それが尽きるとの腹の食べ物を食べる者もいたという。こうした修行をするにあたって、修道士たちは、互いの修行内容の詳細を尋ね合わない、しきたりであった。修行内容を誇って傲慢に陥ったり、他者の緩い修行内容を咎めるという他者の罪を、あげつらうという罪に陥ったり、 自分の修行内容を他者と比較することで傲慢、もしくは卑屈になったりするという、そうした様々な弊害を生まないためであった。多くの年がそれから過ぎたある年も、また同様のしきたりに従い、老いたゾシは荒野に出ていた。ゾ島は荒野の奥深くにまで足を伸ばせば、より偉大な長老に会えるだろうという期待をしていた。荒野に出て二日目に、枯れた小川の傍らで、 第六次課の聖鋭と祈祷文を読んでいると、右の方に人影があることにゾシマは気づいた。悪魔かと思い恐怖に耐えつつ、祈祷文を最後まで読み終えてから、人影の方をよく見ると、砂漠の灼熱の太陽によって、肌は黒ずみ髪は白くなってはいたが、それは裸の人間であった。ヨルダン川と、 好夜20日間も生き物を見ていなかったゾシマは、喜んでその人間の元に走って近寄ろうとしたが、彼方の裸の人間は逃げ出した。しばらく追いも忘れてゾシマは追いかけたが、この人物にゾシマは追いつけなかった。息の切れたゾシマが、罪深い修道士から、なぜ逃げるのですか。主のために、あなたの祈りと祝福を与えてくださいと呼びかけると、彼方の人物は、 ゾシマ長老よと言い、自らが裸の女であることを告げ、裸であるがためにそのままでは近寄ることができないので、自らのために祈ってくれるのならば、上着を与えてほしいと答えた。ゾシマは名乗っていないのに、自分の名を彼女が知っていたことに驚き、この修行女は、ある時から洞察力を得ているに違いないと考え、上着を遠くから投げ、修行女に与えた。その後、 互いに謙遜する言葉を述べ合いながら、祝福を相手から得ようとする問答が長い間続いた。やがて彼女が、ゾシマが被災職にあることを述べ、ゾシマが彼女を祝福すべきであると言った。それに対しゾシマは名乗っていないのに、自らの名を知っており、自らが被災であることまで知っていた彼女こそが、自らを祝福すべきであると譲らなかったので、彼女はゾシマを祝福した。 彼女は祈る際に地面から50センチメートルほど浮き上がっていたという奇跡を教会の聖殿は伝えている。修行女の話エジプトの聖マリアの遺恨これまでの修行に至る経緯を強く知りたがるゾシマに対し、はじめは教えなかった彼女も自らの生涯について非常に謙遜しつつ話した。エジプトに生まれ12歳で両親の元を離れた彼女はアレクサンドリアに赴き、 以降17年間、陰島の生活に溺れたという。それは、売春によるものではなく、糸紡ぎという職を持ちつつも、肉欲目当てで無報酬で、男たちと寝ているというものであり、結果として貧しい生活をしていた。ある時、十字架居栄祭りのために、エルサレムに向けて、海を渡っていく人々を見た彼女は、誰か男と寝ようと考えて、船に同乗した。 船の中でも、エルサレムに到着してから十字架橋栄祭りの日に至るまでも、陰頭の日々を過ごしていた。十字架橋栄祭りの日、主の十字架が実際に貼り付けにされたものと伝えられる十字架が、エルサレムの司法となっていた。現在は、その一部とされる遺品が、各地に残されている。お見ようとして彼女は聖堂に入ろうとしたが、見えざる力によって押し返された。 その時彼女は自らの引刀という罪を自覚し、涙を流して生信女の庇護を願う祈りを捧げ、十字架を見ることができるのならばこれ以降、引刀を止めるという祈りを捧げた。すると彼女は聖堂に入ることができ、十字架も目にすることができたという。その直後、ヨルダン川の向こう岸に行けば平安を得られるであろうとの啓示を得た彼女はヨルダン川に赴いて、 顔と手を洗い、丸木船でヨルダンガーの向こう岸に渡った。その後47年間、荒野で修行生活をしていた。着物は擦り切れて失われ、食物は荒れ野の貧しい食べ物に頼っていた。情欲にも焦がされたが、それらとも精神的に戦っていた。これらの話に、彼女が聖書の句を引用しながら話すのを聞き、ゾシが、母よ、どこで、 そのような言葉を学ばれたのですかと尋ねると、彼女は一切それらの言葉を学んだことも聞いたことはないと答え、ただ全知全能の神は人にあらゆることを教えられます。と微笑んで答えた。老生ヨルダン川このようにヨルダン川は場所と時期によっては水量も多く川幅も広い。修行女はゾシマに対し、来年は大時になっても修道院から出ずに留まり、 君津制定の晩餐の生態礼儀で性変化した生態尊血を了承のために夜段側の修道院側の岸まで持ってきてくれるように頼んだ。君津制定の晩餐の生態礼儀は、大時の受難習慣に行われるものであり、修道院に留まっていなければ参加できないものだったのである。修行女はまた、ゾシマが来年は修道院から、 その時期に出たくても出られないであろうことも予言した。翌年の大時に、果たして修行女の予言通り、ゾシマは病をえ、荒野に出ずに修道院に留まらざるを得なかった。数日経って回復したが、ゾシマは受難州まで修道院に残った。機密制定の晩餐の記憶の時間が近づくと、ゾシマは生体損血を器に入れ、夕刻遅くに、 修道院を出て夜段川の岸辺で待った。修行女はなかなか来なかったが、ゾシマは待ち続けた。やがて修行女が川の向こう側に現れると、ゾシマは喜んで神を賛美したが、船もないのに、どのようにして修行女が川を渡って来られるだろうかと考えた。すると、修行女は十字を描いて祈ると、川も素早く歩いて渡り始めた。 ゾシマが彼女に服配しようとすると、彼女は川の真ん中から、シフよ、何をしようとするのですか。あなたは生体を持つ司祭ではないですかと叫んで止めた。川を渡り終えると、修行女はゾシマに、神父よ、服を下せと言い、祝福を求めた。ゾシマは示された奇跡におののきながら、震える声で祈祷と祝福を行った。その後、修行女は、 呂昌子涙を流した。修行女は最初にあった枯れた小川のところに来年に来るようにゾシマに頼んだ。木と修行女の名をこれまで訪ねて来なかったことをゾシマは後悔したが来年になれば名を知ることもできるだろうとの望みを抱いた。永明と埋葬、その後一年たち、ゾシマは言われた通り枯れた小川の傍らまで来てみるとその東側に東方を向いて腕を 胸の上で組んだまま営民している修行女の姿を見つけた。長い間泣いてから埋葬式の祈りを唱えた後、埋葬すべきかどうか迷っていると、修行女の頭の傍らに、しぞしまよ、この場所に、神の女、マリアを埋葬し、肉体を土に返してください。4月の第1日、秘密制定の晩餐の生態に預かり、 ハリストスの十字架上の苦しみの夜、永明した私のために主、神に祈ってください。と書かれてあるのを見つけた。ゾシマは修行女が読み書きを知らなかったため、誰がこれを書いたのであろうと思い驚いた。しかし修行女の名マリアを知ることができたことを喜んだ。またこの記述から、ゾシマが二十日間かけて歩んだ荒野の道を、マリアは一瞬にして歩き、 この場所で永民したことが分かった。ゾシマは涙で地とマリアの体を濡らし、神を賛美しつつ、マリアをこの地に埋葬しようとしたが、道具もなく、地面も硬かったため、作業は難航した。顔を上げ、腰を伸ばした際、マリアの足元に大きなライオンが現れ、彼女の足を舐めているのを見た。ゾシマは恐れたが、マリアの祈祷によって、 ライオンが自らに危害を加えることはないと信じて十字を描いた。すると、ライオンが彼に甘え始めたので、ゾシマは勇気を振るって、マリアのために墓を掘るようにライオンに命じた。ライオンが彼の言葉通り地面を掘り起こしたので、ゾシマはマリアをそこに埋葬した。ライオンは荒野の奥へ、ゾシマは修道院へと神を賛美しながら戻った。 帰還したゾシマが修道院長と修道士たちにこれらの話を語ると皆その話に驚きかつに女マリアの永民日を記憶することが決められたゾシマはその後も修道院で神に仕え百歳近くになって永民したというローマのポルトヌネス神殿長い年月にわたって放置されていたが872年になってエジプトの聖マリアを記憶する聖堂として 再利用された。エジプトの聖マリアを記憶する聖堂が各地にある。聖教会の講義等、方針例においても、特に、大時を中心として様々な箇所で、聖マリアに関する記述が浪晶される。また、称号まで全て含めて記述される場合、聖マリアは、エギペトの、かつに女マリアとも呼ばれる。かに女とは、二を勝ち得た女との意味で、二とは、 日本正教会においてアダムとエヴァによって曇らされた神のに姿を指す漢字として用いられる。女性の聖人が、かつぎの称号が用いられる場合にはかつぎ女と呼ばれ、男性の聖人の場合にはかつぎ者と呼ばれる。本記事内に登場していた、修道司祭ゾシマもまた、パレスティナの尊聖者かつぎ、ゾシマと呼ばれる。すなわちかつぎ者、かつぎ女は、 神に似た人間の本来の姿を回復した聖人を意味することとなる。エジプトの聖マリアに関する聖伝の意義づけには様々なものがあるが以下のようなものが挙げられる。また、聖教会では以下のようなものが挙げられる。他にも、この聖伝は長い構成となっているため、セリフの一つ一つから読み取れるメッセージはさらに多い。冒頭で先述した通り、 東方諸教会でも、聖教会でもカトリック教会でも、エジプトの聖マリアは記憶され、聖人とされているが、記憶する日、祭日は異なっている。聖教会では4月1日と、大時第五手日に記憶される。カトリック教会では4月3日に記憶される。教派ごとに記憶日が異なるほか、聖没年についての伝承も異なっている。聖教会では、 エジプトの聖マリアの永明した年を521年、522年などとする数字が挙げられているが、他方、カトリック系のオンライン百科事典では421年となっている。他にも様々な伝承、推定がなされているが、聖マリアが永明する前日に了承した4月1日が復活祭前の木曜日であったという記述が年代確定の手がかりになるとされる。 つまり、4月4日が日曜日、主日となり、かつ、復活大祭であった年が、聖殿と符合する年ということになる。しかしながら、各教会に伝わる伝承のうち、このような条件を満たす年号を示す伝承が存在しない。従ってこの手がかりによっても、エジプトの聖マリアの生没年は確定されていないのが、現状である。 エジプトのマリア欧州ではよく知られる有名な聖人であり、数々の芸術作品において、エジプトのマリアは題材となってきた。同じマリアという名であるが、上記の2名はエジプトのマリアと時代が全く異なる。ありがとうございます。